ンコボ今日も実にとっても楽しいレッスンでございました。子供たちとの会話、なぞなぞ、ダジャレを楽しみながら学ぶことはとっても大切だと思っております。子供にもいろんな個性、長所があります。褒めて伸ばします。責任、浮力をつけることで多彩な奏法が身につきます。手首や肩の力を抜いてリラックス、柔らかく柔らかくして引きましょう。お化けが出るぞ、お化けが出るぞというふうにイメージをしてスラースタッカートをきれいに引き分けることもポイントです。それではまた。